ナコンナーヨック県は、太陽国、中部の県の一つ。サラブリー県、ナコンラーチャシーマー県、プラーチンブリー県、チャチューンサオ県、パトゥムターニー県。県北部は、山岳地帯で1292メートルもの木やお山がある。この地区は現在、顔屋井国立公園に指定されている。中央部は、ナコンナーヨック川によって形成された、平地地帯である。 南部は山西の土壌で、畑作に向かない地帯である。ナコオンラーヨックは、おそらく11世紀頃、ドバーラバティ王国時代に建設されたのであろうと考えられる。その後1350年、アユタヤー王朝時代になって、軍の駐屯地になった。1943年1月1日、ナコオンーラーヨック県は、プラチンブリー県に編入された。 しかし1946年5月9日再び、県として成立した。検証検証は、象が稲を花で持ち上げているところがデザインされている。これは、米がよく取れること、森林には象がたくさんいることを表している。背景には藁を固めたものが二つや、木、雲が描かれているが、どれも、農業や自然の豊かさを表したものである。県木、県 国立パーメムリリジオッサムである。ナコンナーヨック県は4の郡に分かれ、その下に41の町と403の村がある。ムアンナコンナーヨック郡パークプリー郡バーンナー郡、オンカラック郡。ありがとうございます。